こんにちは、日向陽一です。今回は、夫婦カウンセリング Q&A2 項目ということで、よくある質問にお答えしたいと思うんですけど、カウンセリングの料金についてですね。で、料金は別途資料でお送りしますので、で、なんて言うんでしょう、事前のご連絡なしに料金は改定になる場合がありますということで、この動画では具体的にいくらいくらっていうふうには申し上げないんですけど、ざっくり申し上げて、安くないです。で、現状では何回とか何時間でおいくらっていう形でお話をしています。ある程度のまとまった関わりの中で夫婦関係の修復をお手伝いさせていただくということですね。で、安くはないんですけど、人生が変わる。で、夫婦関係が壊れかけて離婚になっちゃうかもしれないのが、戻ってくるとか、修復できる。もしくは、もし修復できなかったとしても、本当に離婚に至ったとしても、次の人生を生きていくための糧となるカウンセリングになります。で、今申し上げたように、必ず修復できるとは限らないんですね。だからカウンセリングでお金を払ってもダメかもしれないです。で、その辺のことはお試しカウンセリングで内容を伺って、難しいなと思ったらこのご提案はしないで、なんて言うんでしょうね、ちょっと込み入った話になりますけど、一番は回復することですよね。仲直りすること。そして、お互いに許し合って助け合って愛し合って生きていくようになる。で、それがプラン A ですね。一番いい方法で、そうなれたらそれにいくらの価値ありますかねっていうことをちょっと考えていただきたいっていうことが一つですね。そしてもう一つのケースは、修復に至らないケースがあるわけですね。で、それは離婚に至るケースがあるんです。いわゆるプラン B ですね。その望んでいないんだけど、そういうふうになってしまう、相手のあることなので、そういうケースもあります。で、その場合はできる限り信頼関係を回復して、もしお子さんがいらっしゃれば、もしくはお家を持っておられたりとか、いろんな財産分与とかね、これからも関わりを持たなければいけない。そういう場合でも、信頼関係を極力回復して、今はもう夫と妻ではないんだけど、信頼関係を回復するっていうことですね。そして、離婚に至ったとしても、これからもし再婚に至った場合に同じ失敗を繰り返さないように、それをカウンセリングの中で話をしていくということですね。これプラン A と B ですね。で、プラス C っていうのは、これ C っていうのは契約ならない、いわゆるこの離婚回避のプログラムをご提案しないケースになります。で、このご提案しないケースっていうのは、私がお力になれない、つまり相性の問題ですね。私が本当に心から、なんて言うんでしょう、もうどんなことしても助けたいって思わない、思えない で、それは相性の問題なので、別に嫌いだからっていうことじゃないんですけど、そういうケースがあります。で、どうしても自分の心を考えるよりも、どうしても相手を責めてしまうとかね、辛くて辛くて何もやる、自分を変えようという思いにはどうしてもなれないとか、そういうケースもありますので、そういう方の場合はちょっと私はお力になれない。で、もう一つは、実際にカウンセリング受けられて、ちょっとあんまり信頼できないなとか、あんまり心開いて話せない、私の問題ですね。クライアントの方が私に対して信頼できないっていう場合は、ご提案しない、これでお試しだけでありがとうございましたで終わるというケースになります。で、もう一度その料金の話に戻りますけど、人生が変わるっていうことは、
私たちの人生の中で、まあ、そう何度も経験することではないわけですよね。で、まあ、私自身もいろんな人生の出会い、そして、まあ、人生が変わるような経験っていうのをしてきましたけど、それは本当にお金では買えない経験だったわけですね。まあ、私にとってはイエス・キリストとの出会いが一番大きいですけど、そして、まあ、家内の夏江との出会いとかね、まあ、そういうのは本当に人生が変わることなわけですよね。で、まあ、そういうものっていうのは人生が変わるっていうのはお金で買えないんですよね。で、私自身は、まあ、それを目指していく、そのクライアントさんの人生に本当に大きな変化が起こる、そしてその大きな変化が起こることによって夫婦関係が修復する、もしくは信頼関係が修復するということをお手伝いしていきますので、で、まあ、それで私自身もまあ生活してるというか、それで生きてるわけですね。ですので、まあ、安くないと思います。で、ただ、そのことを考えると私自身は安いと思ってます。それは別に押し付けるわけじゃなくて、本当に安いなって思います。別の言い方をすると、まあ、いただく料金の10倍以上の、価値、まあ、それは精神的な価値ですけど、まあ、それを最低でもお届けするっていうことを、まあ、自分自身には課している部分があります。でもそれはそうは思えなければ別に申し込まなくても大丈夫ですので、そういう意味では、今料金の価値の話をしましたけど、その料金が例えば自分はちょっと負担だな、ちょっと難しいなと思えば、その別に断って大丈夫です。申し込まないでいいです。で、むしろこれはちょっと高いなと思ったら申し込まないでください。お試しカウンセリングを受けてみて、そこまでの価値がないなと思ったら、私もそこでお金いただいても困りますので、お互いにね、まあ、ありがとうございました、お試しだけで終わりにしましょうっていう形で全然構いませんので、むしろ正直にそう感じたらそう言っていただいた方が、私も本当に真剣に関わっていくので、そういう気持ちのクライアントさんとはやっぱりやっていけないんですよね。どんなにいくらお金積まれてもやっていけないので、そういうスタンスで私自身はいるということですね。で、まあ、金額も金額なので、お試しセッションの場で、どうしますか、今決めますかとか、なんか迫ることもないので、お試しセッションが終わった後に少し考えていただいて、まあ、支払いの方法とかも考えていただいて、実際予算もそれは準備できるかどうかっていうこともありますので、それを考えていただければいいかなと思います。だから無理はしないでくださいということですね。はい、そういうスタンスでいますので、お試しセッションを受けたから申し込まなきゃいけないってこと全然ないですので、それは安心してください。ということですね。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。